はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。一日一冊、読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビュー紹介していくという内容になっていますで、普段はビジネス書とか心理学についての本また英語学習についての本なんかをご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧くださいまたこの動画の説明欄にも再生リストへのリンクが貼ってあります で今日ご紹介する本はこちらの音とこの本はですねふ、えーまあ、普段我々が、えーまあ、ドレミファソラシドというような、まあ、その音程音階を、まあ、あの日常使っているんですけれどもそれがどのようにして設定されているのかっていうのをまあ科学的に説明していたりだとか また和音を鳴らす時「ド,ドミソ」っていう和音を鳴らす時に、えー、なぜその「ド」と「ミ」と「ソ」を鳴らすと、えー、耳に聞こえがいいのか不協和音ではなくて、まあ、共和して調和して聞こえるのかといったような内容を説明しています。 でえっとまあ、実は私少しだけその楽器を弾くんですけれども、えっとまあ、ギターなんかを弾くんですけれども例えばギターなんかだと C ドに相当する C っていう音があって、えーまあ、例えばギターだと弦が6本あるのでその6本の弦をどこのフレットを押さえてじゃらんとこう鳴らすとその聞こえのいいドになるのか、えー、とか、えっとまあ、例えばマイナーのコード c ーっていう。 えー、コードがあるんですけどもそのコードをジャーンって鳴らすと C と比べると少しこう暗くネガティブなというか、えー、聞こえがします。でそれはなぜなのかということを、まあ、少し疑問に思ったり、まあ、勉強したりということはしていたんですけども、まあ、その辺りを非常にわかりやすく、まあ、あの科学的に説明しているという内容でした。で例えばその最初に言った「ドレミファ・ソラシド」っていうのは、えー、とドからドから 次のドまでえっ、ー、で7つの音があるんですけれども例えばピアノの鍵盤をイメージしていただくと実はその白い鍵盤が7つある途中にですね「ド」と「レ」の間「レ」と「ミ」の間また「えー、とファ」と「ソ」の間「ソ」と「ラ」の間「ラ」と「シの間に黒い鍵盤が、えー、置いてあります。でその黒い鍵盤っていうのは、まあ、半音が上がるとか半音下がるっていう時に使うんですけれどもじゃあなぜその黒い鍵盤が必要なのか。 で黒い鍵盤を合わせると実は12個に1オクターブが分割されてるんですけれどもそれなぜ12個に分割する必要があったのかっていうところを、えー、例えば科学的に説明してますあの少しだけお話をすると,、えー、とその、えーま、音っていうのは、ま、空気の振動が鼓膜に伝わって聞こえてるんですけれどもそのつまり、えー、とい全ての音っていうのは、ま、周波数を持っていて例えば「ラ」っていう音は 440Hz で調律されることが多いです。 でその 440Hz の、まあ、ラっていうものから次の高い音のラっていうところに行こうとするとその高いラっていうのは 880Hz っていう周波数を持っているつまり倍の周波数を持ってるんですけれどもその440から880に、えーまあ、移っていくに際して、えー、今はそれを12分割して、えー、そこから その「ラ・ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ」というふうに区切ってるんですけれども、えー、その理由っていうのは、えーとまあ、和音を作ったときに、えー、人の耳に聞こえがいいような倍音を、えーまあ、うまく一緒に鳴らすことができるように十二分割しているとでその倍音って今言いましたけれども周波数が2倍であったり3倍であったり4倍だったり、まあ、そういうような音が えまあ鳴っていると人の耳には聞こえがよく聞こえるとで、まあ、そういった理由からまあ科学的にえ説明できる形でそのオクターブっていうのは12音にまあ分割されていると今は。でそれがまあ平均率というえまあその12音のどこをとってもえ変化の度合いっていうのが一定っていうのがまあ今の我々が普通に親しんでいるドレミファシロシドということだそうです。 でえっ、ー、とまあ実はですねよく読んでみるとその 440Hz の「ら」から 880Hz の「ら」まで至るまでに、えー、すごく厳密に言うとこの平均率では一部不協和音的に聞こえるような和音,和音も、まあ、あのどうしても出てきてしまうと、えー、いうことが分かっていて、まあ、かつてはですねその 例えばドミソって鳴らす和音を完璧に、えー、共和音だけで鳴らそうとするともう少しその「ドと「レの間の、えー、半音 少少ししの方に寄せる、る、低くする今の我々が知っているドシャープよりも少し低くするというような工夫をするともう少しきれいになるとか何かそういったようなあの調律の仕方っていうのも、まあ、昔はあったそうです。であのちょっと難しかったりしてあの今はお話ししませんけれども、えっとまあ、昔はですねそういった、えー、試みもあって、まあ、そういったことによって複雑な、えー 聞こえ方、まああの、例えばオーケストラなんかの、えー、まあ演奏でも少しシャープ寄りに寄せているとか少しフラット寄りに寄せている演奏とか、まあ、そういったことをすることによって、まあ、かつての、えー、まあ音楽家たちが表現しようとした音色音色っていうのがまあ表現できるとかですね、まあ、そういった内容が書かれてました。でちょっとあの音楽に全く興味がない方とかまたその、まあ、科学ですね例えば波波とか周波数とかか周数 えーまあ、そういったものに関してあの興味や知見がない方に。 ととっっててはまあ何を言ってるのかかわらないと思うんですけども、まあ、私はです、ね、どちらかというとまあ理,系、まあ、理系の勉強をしてまして、まあ、最低限その波とか、えー、まあ振動とかについて知識があるとでその上でまあ少しギターなんかを弾いているので、えーとまあ、結構そういう人多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういう人が読んでみるとです、ね、あの今まで当たり前だと思っていたそのドレミファ・ストラシドがどういうふうにできているのかまたギターを鳴らす時にその C と c マイナーがどう違う のかっていうことでもちろんあのギターとかを真剣にまあのすごくやらちゃんとやられていて理論を学んでいる方はもちろんそのどのフレットのどのど弦どの弦のどのフレットをどういうふうに押さえてると、えー、c マイナーになるのか c メジャーになるのか、ね、セブンスコードになるのか,とかまあ、知ってると思うんですけどもまあ、あのそれだけじゃなくてですねその周波数的に、えー、なぜそ,のそういう押さえ方になっているのかまたその押さえ方をすると、まあ、どういう聞こえ方がするのかそしてそれはなぜなのか。 また最初に言いましたけれどもその今普通に我々が使っている平均率っていうものがどのように設定されているのか、まあ、そういったところについて、まあ、あの深い知見が得られるんじゃないかなというふうに思います。で あの内容自体はです、ね、あの簡単ではないですなので一、まあ、回読んだだけではなかなかこうピンとこないとは思うんですけれども、まあ、あの音楽っていう、まあ、我々が普段日常を親しんでいる内容に対して、まあ、あの科学で説明をするという試みっていうのは、まあ、あんまりあの少なくとも私はこれまで触れてこなかったのであのそういった意味で非常に面白い本でした。 あのまあ、さっき言ったように理系でギターを弾いている人とかですね、まあそういう方はあの読んでみるとなんとなく自分の目の前のこう見え方っていうのが少し変わってくるんじゃないかなというような本です。あの結構おすすめでした。なかなか面白い本でした。はい今日は以上になります。よろしければ、えー、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。はい、失礼します。